下手に出ませんし、実家にもなかなか帰られへんからさ。たまにはこうやって手紙でもと思ってな。最近ずいぶん寒くなってきたけど、もう大概ええ年なんやから、くれぐれも無理はせんとってくれよ。いや別にな、大した用事があるわけじゃないのよ。ただ元気にやっとんのかな。いやだってな、こうやって目つむってるとさ、二人の失敗そうな顔ばっかり浮かんでいくんだよ。やから今俺が伝えるべきことはさ、今までありがとうなとか、そんな言葉やなくてな。時代通りに育たなくてごめんな、自慢の息子ちゃん決してないんだけど、でも俺なほんまにな幸せに生きてるからさ。営みに悩みもあるけれど、笑って暮らせますから。だけあるんや。あれは確か中学ぐらいの時やったかな。何もかもが嫌になって、学校も塾もピアノさえも全部投げ出してしまった時、そんな時やったやろ。もうそっちは忘れてしまったかもしれんけど、あん時俺にくれた言葉一つだけだったんよ。たったの一つだけだったんよ。まあそういう時もあるわなって、それ以上何も言わんかったんよ。逃げたってええけん、負けたってええけん、それでもほんまの瞬間にだけは輝きなさいって、そう背中を押されたみたいだな。我が道を貫いて本当にごめんな、一流の会社に入れずごめんな、でも俺は今「チームまで迷惑かけるけど、もう少し我慢してくれよ」「期待通りに育たなくてごめんな」「自慢の息子じゃ決してないんだけど、でも俺なほんまにな幸せに生きてるからさ」「営みに絶望するけれど笑って暮らせますから。もう心配せんで大丈夫やで」どうかな。当分言えそうもないんやけどさ、でもな俺は俺でよかったなってほんまに心から思ってるからさ。そこだけは安心してこれからも見守っとってな。